皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月1日、13時3分、この間ですね、4月下旬、夕方17時ぐらいにですね、家の外に出ると、そこの踏切のところにね、元ソフトバンクの松田選手らしき人物、彼も確か警察官してませんでしたっけ。で、まあ隣にいた女性が、まあこれも後ろ姿しか見てないからなんとも言えないんですけども、まあ、うがなつみに似てるような人物だったんですけども、これ何がどうなってるのかのところで、昔も何かそういうふうなややこしいことをしちゃダメだっていうことを言っておきながら、そういうことを、自分たちでしてませんでした、逆のことをずっとしてるっていう、後から見ていただく映像、その瞬間的なところ、その踏切でその立っていて横顔が見れたところを撮影したらよかったなと思うんですけども、背丈はね、身長170センチ台、180なさそうですね。だからまあ僕と同じぐらいの身長と言ったらいいんですかね。一応僕170なんですけども、以前何かそういうややこしい話があったんですよ。で、それ何回も繰り返していませんかというところと、あと有馬警察署でその警察官の制服を着ていたことがあったような気がするんですよ。見たことがあった。だから地方巡業しながら有馬警察署で、いたとか、そういうふうなことをね、していたんじゃないですか。だからもしそうだったとするのであれば、まあソフトバンクは、昨日も何か大量得点10得点しましたけども、これも話がおかしいと。で、王貞治さん自体も淡井圭介に任せるっていうことを言ってますからね。淡井圭介に任せるイコール、順位のところでソフトバンクはこう近年にね、何回も何回も、優勝しますから、まあソフトバンクさんは当分ないっていうことを、言ってます。当分っていうのは1年や2年や3年やそこらじゃないですから。昔巨人がしていた時の流れを結局王貞治さんもそういうふうな形になってしまったっていう部分がありますから、だからその辺のところで、ソフトバンクさんも、ちゃんと控えていただいて、ちゃんとあの自分たちの得点を、ロッテや、楽天に負けてあげると、まあ、そういうような形にしてください。以上です。